差を詰める。ここで先頭が変わった。先頭が変わった。イムサンブラック伸び足がいい。イムサンブラックまとめてか。糸毛のつくように伸び足がいい。ドントストップ食い下がる。糸毛のつくように。おはこんばんちは、伊藤です。第5回糸毛記念開幕いたします。今回は全国から14頭の名馬たちが集まってくれました。本当にありがとうございます。それでは、本馬場入場から見ていきましょう。四角、ポンポン牧場、2番人気。第4回の1番人気は、挫折を乗り越えた馬に、四角は存在しない。大和魂、梅プロ牧場、1番人気。初参戦牧場さん、堂々の1番人気。台風の目となるか。ラシンメガー、ラシンファーム、11番人気。ゴールデン牧場さんが、秘密兵器を送り込んできた。バリボン、バリスカ牧場、3番人気。第2回以外の参戦。父、スーパーウィンドの雪辱を胸に堂々凱旋。すごいすごい払い、マイジンファーム、10番人気。第4回4位の馬が参戦。もう実況なのか、馬名なのかわかりません。スカイパイロット、海牧場、12番人気。初参加牧場さん、空は青空、視界は良好。旧幕神王、俺の牧場、5番人気。ゴールデン牧場さんから、上位のスプリント王がやってきた。ティアラサファイア、竹の牧場、13番人気。ゴールデン牧場さん、金馬の金魚アドバンテージを活かせるか。ヒストラールル、ユートの牧場、4番人気。第4回、いい牧場さん、今回も安定した走りを見せられるか。ジンブレイク、ジンファーム、7番人気。初参加牧場さん、実力は未知数。一級品の勝負根性を発揮できるか。神の子不思議な子、合計牧場、9番人気。第4回、優勝牧場さん、ディフェンディングチャンピオンが送る、神の子や、不思議な子。ガオガイガー、ガイガーファーム、14番人気。第2回、優勝牧場にして、優勝馬が堂々凱旋。ハッピースライディー、鹿丸牧場、6番人気。初参加牧場さん、そのスピードで幸せをつかみ取ることができるか。糸毛クリーン、糸毛牧場、8番人気。主催者が送る秘密兵器。スピードはトップレベル。でもなあとしか、勝たん。印は、こんな感じとなりました。1番人気、大和魂は、気象と総合力で20丸をダッシュ。人気と展開力を取ったのは、イストラールル。勝負根性を取ったのは、ジンブレイク。旧幕神王、バビボン、四角あたりも、安定して印を取っており、侮れない。今回の企画ルールは、いつもと同様、前3戦、1レース1発勝負のポイント制。1着、10ポイント、2着、7ポイント、3着、5ポイント、4着、3ポイント、5着、1ポイント。3レース走って、合計獲得ポイントを競う企画となります。それでは、第5回、糸毛記念、第1レース、スタートです。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートはバビモン、ティアラサファイア。まずは先行争い。1番旧幕神王、ペースを作ります。4番イストワールル、譲りません。その後は10番ヤマト魂、11番ハッピースライリー、2番手に変わります。そのうち6番ジンブレイク、内から5番マシンメジャー、その外12番糸毛クリーン、続きまして13番四角、6
600m の通過タイムは33秒4。外から8番キアラサファイア、内抑えて14番すごいすごい速い。4コーナーカーブ直線コースに入ります。さあ直線コースに抜いた。400を切って先頭ジンブレイ、その後ハッピースライリー、イストガードル突っ込んでくる。ヤマト魂まだ動かない。イストガードル粘っている。イストガードルこのまま押し切れるか。迫る旧幕神王イストガードル先頭で合理。勝ったのはイストガードル、鞍上は真由角博人騎手。勝ち時計1分5秒7。イストガードルブリーダーズカップを制しました。2着旧幕神王、3着直線で早めに抜け出したイストガードルが押し切り、1着ゴールイン。続いて内から追い上げた旧幕神王が2着、外からまくってきたシカツが3着、その後すごいすごい速いとティアナサファイアが優先。ここまでがポイント獲得となります。ポイントの順位は着順通りとなりますが、こんな感じ。それでは第2レース行ってみましょう。印は同じですが、着順はこんな感じとなりました。しかしここで奇妙な現象が発生。最後の着順の画面で気づきましたが、第1レースを制したイストガードル・ボウは4番人気だったはずなのですが、ダート戦になると印はそのままに9番人気に変わっています。印に上がられないダート適性が人気に反映されているのでしょうか。これはまだポイント獲得ができていない馬にとっては大チャンスと奪いか。ちなみに長いトゲクリーンボウはダートが得意、むしろダートしか勝たん馬です。それでは第2レーススタートです。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレースブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。内から押して3番糸毛クリーン、外から上がるのはハッピースライリー、11番旧幕神王好位をキープ、6番四角先頭に入れ替わります。続きまして13番ジンブレイク、内押さえて10番マシンメジャー、内側2番神の子不思議な子、これを見るように内側1番キアラサファイア、外から14番バビゴン。 600m の通過タイムは35秒9。各馬第3コーナーをカーブしていきます。1番人気12番ヤマト魂この位置、内押さえて7番すごいすごい速い、内側4番イストガードル、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、400を切って先頭バビゴン、そして糸毛クリーン、ここで先頭も変わった。わずかに先頭は糸毛クリーン、残り200を切りました。依然として先頭は糸毛クリーン、2番手近く差を詰める。ここで先頭が入れ替わる。近く差し切ってゴール、勝ったのは近く、鞍上は箕島康典騎手。近くブリーダーズカップを制しました。2着糸毛クリーン、3着は混戦の模様です。逃げてさす強い競馬を見せた四角が直線で早めに抜け出した糸毛クリーンを捉え1着ゴールイン。追いすがった糸毛クリーンが2着、
終始ペースを作ったハッピースマイビーが3着、外から脅威の末足で追い込んできた旧幕神王が4着、5着に谷の子不思議な子が入線。ここまでがポイント獲得となります。2レースを終えてのポイント獲得状況がこちら。3着、1着と安定した走りを見せているシカズが15ポイントを獲得し、2位以下を突き放して暫定トップ。2着、4着とこちらも安定している旧幕神王と第1レースの覇者イストラールルが10ポイントを獲得し同率2位。4位に第2レースで2着に入り7ポイントを獲得したイトデツビーン。5位に第2レースで3着に入ったハッピースマイビー。6位に第1レースで4着入線のすごいすごい早い。現時点で6位から1位との差が10ポイント以上開いてしまっているため優勝は絶望的となりました。まだポイント獲得ができていない馬は最終レースで意地を見せてほしいところ。最終レースの結果次第では上位5頭がひっくり返る可能性もあります。ということで最終レース行ってみましょう。枠順はこんな感じです。スタートレースで人気を落としていた第1レースの覇者イストラールルの人気も返ってきました。それでは運命の最終レーススタートです。全国各地から名馬たちが集まりました。まだ寒さ残る新潟競馬場、短距離王の称号を手にするのやられた。第5回糸で記念スタートです。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、大外から押して14番イストワールル、2番手7番ヤマド魂、13番マシンメジャー方位をキープ、内から12番ジンブレイク、8番糸毛クリーン、そのうち5番ハッピースライリー、内から4番四角、それから9番旧幕神王。3コーナーに差し掛かろうとしています。内から6番すごいすごい速い、内押さえて1番ナオガイガー、続きまして11番キアラサファイア、これを見るように内側3番バビゴン、少し差が開いて10番スカイパイロット、2番神の子不思議な子後方。新潟競馬場、ここから長い直線、さあ直線勝負、横に広がり直線勝負。ヤマト魂わずかに先頭か、これを追ってジンブレイク、イストワールル、3頭の競り合いとなった。400を切って先頭ヤマト魂、その後ジンブレイク、ここからが勝負どころ。先頭はヤマト魂、 200m を通過した。ヤマト魂伸び足がいい。2番手近く差を詰める、ヤマト魂近く、ヤマト魂、ヤマト魂逃げ切ってゴール。勝ったのはヤマト魂、鞍上は大江原圭騎手。勝ちタイムは1分30秒7。ヤマト魂ブリーダーズカップを見事勝利しました。2着近く。最終レースは終始ペースを作り、最後の長い直線も早めに抜け出し粘り切った1番人気ヤマト魂が見事1着ゴールイン。2着に内からヤマト魂に食い下がった四角、3着に直線終盤馬群の中央から驚異の末足を見せたスカイパイロット、外からまくってきたマシンメジャーと神の子不思議な子が4着5着と入線。ここまでがポイント獲得となります。この順位を反映した最終的な結果がこちら。第5回糸で記念を制したのは3着、1着、2着とシバナート取らずに安定した走りを見せ22ポイントを獲得した四角でのトントン63。おめでとうございます。続いて今回はなんと同率2位が3頭という大接戦。
最終レースを見事な逃げ切りで制した、ヤマト魂ボウ、梅プロ牧場さん。一着はなかったものの、第1レース2着、第2レース4着と、スプリント戦で強さを見せた、旧幕神王ボウ、俺の牧場さん。第1レースの覇者、イスコアールルボウ、ユートの牧場さん。3頭とも、10ポイントを獲得し、同率2位となりました。5位に、第2レースに願いを絞ったにもかかわらず、あっさり四角ボウにちぎられ、7ポイントを獲得した、糸毛クリーンボウ、糸毛牧場。6位は、最終レースで末脚を見せ、3着に入ったスカイパイロットボウ、海牧場さんと、第2レースで3着に入った、ハッピースバイビーボウ、下丸牧場さんが、5ポイントを獲得し、同率6位。8位も、最終レースで4着に入選した、ラシンメガーボウ、ラシンファームさんと、第1レースで4着に入選した、すごいすごい速いボウ、ライジンファームさんが、3ポイント獲得し、同率8位。10位は、第2レースと最終レースで5着入選した、神の子不思議な子ボウ、OK 牧場さん。11位は、第1レースで5着入選した、ティアナサファイアボウ、竹の牧場さん。12位は、惜しくもポイント獲得とはなりませんでしたが、バビボンボウ、ダリスカ牧場さん、ジンブレイズボウ、ジンファームさん、ガオガイガーボウ、ガイガーファームさん、ご参加いただき本当にありがとうございました。これにて、第5回、糸毛記念は閉幕となります。楽しんでもらえましたでしょうか。今回の内容が面白かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、高評価ボタンをお願いいたします。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星がまた